らわないと。どもども、セブンです。三好手に向けてことぶきしていを目指しております。前回のコメント欄、不思議だねがムッホークに進化しているという疑問のコメントが、数多く存在していましたね。かなり盛り上がってくれたようで。もちろんあれはバグでしょうけど、でももう二度と修正されることはないでしょうね。それでも私はピクセルモンをやり続けますよ。止められない限り。さあ、ことぶきに着きました。やっぱりことぶきして聞こえます。サンキュー、ムクホーク。というわけで三好邸に向かう道に入りました。こっからは波乗りが必要なんですよね。ボッタ石に波乗りを覚えさせたので、乗っていこうと思ったんですよね、私も。乗れないんですよ。ちっちゃいから。あ、もしかして別の乗り方あるのかな？波乗りを使いますか？的な乗りなのかな？でももういいや。自分で泳いでいくよ。ちなみに電流には乗れないのかな？全然ダメみたいですね。ここでポケトレ使ってよくメタモン捕獲してたっけ？変身したら全然捕まんなかったけど。来ました、私史上トップクラス BGM その2。三好て、秘伝技忘れさせるためによく来ましたね。あ、そうそう。撮影外のサファリゾーンでメガリザワイを見たって言って、私も見たいっていうリクエストがありましたが、さっきちょこっと見えてました。見たい人は巻き戻してくださいね。なんだってんだよ。ライバル戦入ります。もうすぐボッタ石もエンペルトになれますね。ちっちゃすぎる体型からやっと脱出できるんでしょうねー。これは先制できない予感。耐久に磨きがかかるのももうちょいだ。さあドンファン、まずは安定のステロ。ミオシティに来てる段階でまだレベル30なのは少し心もとないかな。7バッジまでの道のりは結構長いから、そこで鍛え上げればいいか。ご覧の通り火力が足りないのです。ちゃんとマグニチュードにしておけばよかった。V ゼルカー、ドンファンの素早さを考えると。居座りしかないなぁ。お疲れさん。8バッジ目で猛威を振るうことを期待するよ。さあ行こう電流。今のところシリーズ MVP 候補最有力。早くも切り札登場。っていうかどうして進化させないのだろう。ボッタ石レベル36で進化だけど、土台トスは32で進化できるのに、その辺はゲームバランスを考慮してるのかね。公式より早いレベルで進化するなんてよくある話だけどね。そしてここは我らがムクホークに任せましょう。進化して圧倒的に戦闘力が上がったはず。おっと、耐久力を上げてくるとなると話は変わってくるぞ。そしてツバメ返しに変え空を飛ぶを覚えさせました。ご覧の攻撃力です。耐久上がった林亀もびっくり。あんまり伝わらないかな。っていうかポケモンの間で水に突き落とすのって流行ってるのかな。等身ダイビングも流行ってるようです。ここも圧倒的に有利な展開。さすがにワンパンできるでしょう。やったぜ。ライバルとの前哨戦にも勝ったことだし。勢いに乗ってミオジムも、と言いたいところなんですが、行かねばならないところがあるんですよねー。おや？またあいつか。どうしていつも木の上なんだろう。というのはさておき、鋼鉄島に行かなくてはなりません。本来だったら船を使っていくんですが、あいにく急行のようで、相棒と一緒に飛んでいこうと思います。広大な海だー。こういうところに伝説のポケモンが眠ってたりするのかな。撮影外で伝説のポケモンがスポーンしたっていう通知がたまに来るから、ちょっとワクワクしてる自分がいるんだよね。あ、見えてきました。あそこが鋼鉄島ですね。
外にポケモンがわんさか。小屋内部はもっとたくさん珍しいポケモンがいるんだろうな。すでにこのにぎわい。決めた。ここで6匹目のポケモンを捕まえよう。ここならきっと相棒にふさわしいポケモンと出会える。あれ？何にもいないんだけど。結局高絶寺まで巡り合うことはできなかったセブンであった。今真横で雷落ちたよね。危ないよね。高鉄島制覇したので名字無解禁です。しかしなんだろう、いつもと雰囲気が違うと思うのは私だけ。結構降りるね。こっちか。すごい出来だな。今までのジムの中で一番スケールがでかいな、こりゃ。そんでここは柱を登っていくスタイルか。あっ、こういう外れ的なはしごもあるんだね。理解理解。ってことは片っ端からはしご登ってけよって感じか。そんで要所要所でトレーナーが待ち受けてると。次のトレーナー戦でぼった石が進化しそうです。ついに来た。ちょっ、私、かぶってる。そこどけよ。あっ、ダメだこりゃ。まんまちっちゃいじゃねえか。おっ、水野先生技来ましたね。まさかエンペルトになってもこのサイズとは。もっと立派な感じを想像してたんですけど、まあ強さに変わりはないからいいんだけど。さ、ジムリーダーのところまで来ました。相手は東岸さん、ロータさんのお父さんですね。鋼の力、見せてもらいましょうか。相手の戦法はドーミラー。タイプ相性もこっちが圧倒的に有利。さあエンペルト、進化したその力、見せてやれ。また怪しい光か。メリッサさんに続いて乱用してきますねー。ちょっと混乱が響いてるなー。よしよし、次はトリデプスか。自身を警戒してムクホークに交代。あ、そういう感じか。弱点4倍はきついだろうなー。もう、ブラックホワイト仕様の頑丈やめー。あっ、謎の鉄壁してくれた。というわけでオツです。そんで最後はハガネイル。顔しか出てないですけど。ゴリ押してみるか。これで急所か。どんだけハガネイルが硬いかわかりますね。そしてアイアンテールが外れる。やったぜ。ということで今回も難なくミオジムを突破することができました。タイプ相性もバッチシでしたし。次のジムは喫茶キシティか。新大西北端に位置する町。道のりはかなり険しそうだけど、なんとかたどり着けるといいなー。あ、そうだ、ミオシティに図書館があったんだっけ。